ニューデリー、ニューデリー、ナイー、ディリーは、インドのデリー連邦直轄地内にある行政区で、事実上ここに、首都機能が置かれる、インドを代表する世界都市の一つ、アジア有数の大都市である、2014年にアメリカのシンクタンクが公表した、ビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な、 世界都市ランキングにおいて世界第57位の都市と評価されており、インドではムンバイに次ぐ第2位であった。イギリス領時代の1911年、コルカタからデリーにインドの行政府所在地が移された。その際にデリー市街、ゲンオールドデリーの南方約5キロメートルほどの場所に行政都市として建設されることとなった。これがニューデリーの始まりである。都市計画は イギリス人、エドウィン・ラッチェンスによって行われた。道路は、整然と配置され、沿道は大きく育った、街路地と庭園の緑に包まれている。また、建物もイギリス植民地様式が多くなっている。町の東西の軸が、ラージパト、ラジャパット、王の道の意と呼ばれる大通りである。これは、インド門、インドゲート、第一次世界大戦出生記念碑から、大統領官邸。 ロクラッポティベボンまで続いている。両者を焦点として放射状に街路が伸びている。コンノートプレイスは放射状街路が作り出す、もう一つの焦点であり、商業業務の中心となっている。ニューデリーはインド独立後はインドの首都となり、国会議事堂や中央官庁、大使館外もニューデリーに集中している。イギリス領インド帝国で1911年まではコルカタに首都が置かれた。 デリーはそれまで、ムガル帝国を、はじめ、各王朝でととなったり、経済的、政治的な中心都市の一つであった。1900年代はじめ、イギリス領インド帝国の首都をデリーに移転すべきだ、という提案がなされた。コルカタは、帝国の東に偏りすぎていた。1911年12月12日、インド皇帝であった大英帝国のジョージ5世は首都を、 デリーに移転すると千年、福王の宮殿でその礎石を置いた。ニューデリーは、オールドデリーの南に位置し、シャージャ・ハーンが建設した町であったが、多くの時代に数々の歴史的建造物を残してきた。エドウィン・ラッチェンスが、ハーバード・ベーカーと共に、新都の都市計画を担当する契約を結び、1912年にニューデリーにやってきた。新都市の建設は、 第一次世界大戦後に開始され、街はラッチェンスデリーなどと呼ばれた。イギリス帝国様式でまず街の中心に行政機関が作られた。ラージュパトー通りがインド門から伸び、それに並行した通りにハーバード・ベーカーの設計により国会議事堂など行政機関が廃された。現在ではデリー大都市圏は大きく拡大し、行政機構改革によって オールドデリーもニューデリーもその中心部を構成する位置、地区となっている、首都機能が移転したわけではない。そのため、日本で2002年に発行された、世界の国一覧表、編集発行、世界の動き者、編集協力、外務省では、インドの首都がニューデリーからデリーに修正され、この変更が、文部科学省の学習指導要領にも反映されているため、教育現場では、 インドの首都はデリーと指導されるようになった。ただし、日本の外務省のサイト、インド政府の公式サイト、国連の地名標準記法一覧表においては、首都はニューデリーと表記されている。ニューデリーと同様に従来の首都が拡大した都市圏の一部に包摂された事例としては、南アフリカ共和国の行政首都とされるプレトリアとツアネ都市圏の関係がある。 ニューデリーが単独で市政施行しているわけではないが、行政組織としては、デリー連邦直轄地の大部分を管轄するデリー市、行政自治体、MCD とは、別個にインド政府の直轄組織として置かれてい、ニューデリー市行政委員会、NDMC がニューデリーを管轄しているため、地理的には、デリー連邦直轄地に包摂される、開業制区画でありながらも行政面では、 独立した存在となっている。インドで2番目に利用者が多いニューデリー駅より、インド国内各地に多くの列車が発着する。またコンノートプレイスなどから、デリー市内各地へのバスが発着する。地下鉄、デリーメトロは2002年に開通、現在3路線がある。インディラガンディ国際空港があり、南アジア最大級の利用者を数えている。 2010年8月1日より国際線をメインとする新ターミナルがオープン。温帯化を気候。夏は4月に始まり5月にピークを迎える。摂種45度に達する日もある。6月から9月は雨季。11月から1月が冬季である。冬は濃霧になることが多い。ニューデリー駅のすぐ西側のパハールガンジには格安ホテルやゲストハウスなどが多くあり。 世界中からバックパッカーや旅行者が多く集まる。クリケットが圧倒的に一番人気のスポーツである。世界最高峰のプロクリケットリーグであるインディアンプレミアリーグ IP ルのテリーキャピタルズが所在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。